森島武氏は東京都江戸川区出身の元プロレスラー。愛称は森氏森氏全日本プロレスを経てプロレスリングノアに所属していた。長身、巨漢という日本人離れした体育が特徴である。東京学館浦安高校時代に柔道を経験し、卒業後柔道部の安倍晋次監督の知人であった三沢光春が所属する全日本プロレスへ入門。 同期生として、橋誠と丸藤聖堂がいた。三沢の付き人になるが、約1ヶ月後の丸藤入門後に、丸藤と変わる形で、田上明の付き人となる。デビュー当初は、高い身長を活かせず、対戦相手に合わせてしまうため自分の能力を発揮できずに消化不良になる試合が多かった。体型や、ファイトスタイルが似ており、若手時代の最大のライバルであり、 ワイルド2の名優でもあった、力子をたけしが早い時期から活躍して、注目されるのと比較されることもよくあった。だが、2005年後半からそのタイプや容姿を含めて、往年のレスラーであるテリー・ゴディを彷彿とさせる、豪快さを身につけ、また使用する技もジャンボ・ツルダ、ベーダーなどスケールの大きな往年のレスラーを、ミックスした、肉体的圧力で相手を潰す。 ファイトスタイルに変わってきている。2010年頃から、同じ巨漢レスラーの吉江豊と対戦したり、ピンクボディを結成した頃より、巨漢のヘビー級レスラーならではの醍醐味を見せる試合を、心情とする発言を行っている。また、一度暴れ出すと、見境がなくなることがある。例えば、2008年に三沢とのシングル対決が決まった、シリーズでは開幕の後楽園大会から、 すでに気合に満ち溢れており、試合に敗れながらも興奮収まらぬ森島は、対戦相手の小橋健太、本田多門、金丸義信を、次から次へと、ラリアットでなぎ倒し、しまえには、同じチームであった健太にまでラリアットを見舞うほどで、あった。2010年9月にベルトをすべて失い、さらに怪我により欠場して、以降はしばらくスランプに陥っていたが、2011年終盤に、 グローバルリーグ戦に優勝して以降は GHC ヘビー級王座を再度獲得するなどスランプから脱した体重は最重量時には 170kg を超えていたが森島曰くこの方が自分にとっては動きやすいとしていたその後2010年11月の欠場からの復帰以降は 130kg に減量している2015年4月 現役を引退することを発表した。ノアによると、森島は血液中のヘモグロビン幅 1c の数値が異常に高く、ドクターストップがかかり今後治療を続けてものあの最前線で試合をしていくことは不可能との判断から森島が引退を決断したという。また、後に自身のフェイスブックで死亡規模による肝機能の異常も引退の理由であることを告白した。 その後、9月19日に大阪府立体育会館にて引退試合を行うことが発表されたが、森島のコンディションの関係上、延期となった。しかし、2015年12月末に延期していた森島の引退試合、並びに引退セレモニーは、森島の意向を尊重し、取り行わないことが決定した。12月末日をもって、契約期間の満了により、ノアを退団した。 ノア側は森島について、引退という表現ではなくあくまで、対岸扱いとしており、森島からも引退に関する、具体的な発表はなく、この時期様々な職業についており、レスラーとしての活動は、休養状態になっていた。2018年7月10日に行われた、パワーホール2018に来場し、リング上で挨拶。10月15日に、東京、 後楽園ホールで開催されるジェネシス森島武志機関にて復帰することを表明した。だが、練習中の可能性関節炎で復帰戦への出場を断念、大会は中止になった。お詫びのコメントに添え、引き続き復帰する意思があることを示した。同年11月4日、新宿の歌舞伎町の路上でタクシー運転手の男性の顔を殴って怪我をさせたとして、 障害の疑いで現行反逮捕されたが、22日には不起訴処分となった。これにより、復帰の話は一旦白紙となる。前日の通り、往年の超新レスラーや巨漢レスラーを彷彿とさせる技が特徴的である。彷彿とさせるレスラーがいる技の場合、そのレスラーも合わせて紹介する。ありがとうございます。